コンスタンティン・ニコライウィチ・スミルノフは、ロシア帝国の陸軍軍人。日露戦争時、陸軍中将だった。ミンスク出身の小貴族の家に、オデッサで生まれ、ミハイロフスキー砲兵学校と、ニコライ参謀本部アカデミーを卒業した。戦術家として、頭角を表し、1877年のロト戦争で武軍を挙げ、7人の悪魔の異名を取ったという。 1896年から1898年までオデッサ不評主管学校長を1899年にはワルシャワ要塞の参謀長を歴任した。1900年不評第二旅団を指揮するため極東に移った。日露戦争が始まると1904年5月3日5万人以上の兵を要する旅順要塞の司令官に任命された。 1897年のロシアによる占領以来、旅順の防備は大強化されて近代化が進んでおり、世界で最も堅固な要塞の一つであると考えられていた。しかし全司令官であるアナトーリー・ステッセリは命令を曲解し、スミルノフは自分の指揮下にあるして、旅順に居残り、スミルノフの命令を取り消したり軍需品や援軍の要求を拒否し、 さらに皇帝にライ2世に、スミルノフを残言する電報を送ったりした。ステッセリは7月3日に駆逐艦で、旅順を退去するようにという満州軍総司令官、アレクセイ・クロパトキンの命令も無視した。ステッセリの旅順防衛式はつたなく、結局旅順はスミルノフはじめ多くの将校に図られることなく、ステッセリとその派閥のアレクサンドル・フォークによって1905年1月1日に、 日本軍に降伏した。終戦後、ステッセリア・フォークらの臆病と職務怠慢を告発する避難文を発表した。また1908年2月7日に開かれた軍法会議では彼らを死刑にするように主張したが、結局長役十年に減刑された。これらの言動によって、フォークに恨まれて血統を挑まれ、腹部を負傷した。10月革命の後、ユーゴスラビアへ移住し、 最後はセルビアのパンチェボーにて肺炎で死去した。ありがとうございます。